Okay, so now uh, we'd like to begin the speech category. So uh, this category is for the student uh, who is studying Japanese as either degree or non-degree course. The first, Ooh. <laughs> uh, the first pres uh, the speaker of this category is uh, Emma kirk Martin San. Uh, The title of the speech is the role of the family in the increasingly isolated Japanese society 孤立しつつある日本社会での家族の役割ではエマさんよろしくお願いしますただいまご紹介に預かりました エマ・カーク・マルティンと申しますどうぞよろしくお願いいたしますこれから家族の役割についてお話しいたします外国に長期滞在したことがあれば不思議に思うことはどんどん増えていく感覚がわかるでしょう一年間大阪に留学したとき私は南千里にある国際寮に住んでいました私たち留学生の 一番最初に受けたカルチャーショックはこの町にはまるで若者がいないということでしたまた遊びに行く場所は大阪の中心地しかありませんでしたがそこは若者であふれかえっていました夜遊びの後早朝南千里公園に足を踏み入れるとあちらこちらで体操してる元気なおじいさんとおばあさんに出くわしましたあれお年寄りしかいない この南千里のお年寄りたちにはお子さんやお孫さんがいるはずですがそういう家族との関係はどのようなものなのだろうかと興味を持ちましたそれで日本人の友人が祖父母の家に招待してくれた時もちろん行ってみたいと思いました茨城市へ向かう電車の中で友人は祖父母の関係が悪くお互いに口も聞かないと教えてくれました 彼女自身も両親が離婚しており祖父母との関係が希薄なため別に会いたいわけではないということでしたアパートの前に来るとおばあさまは待っていてくれて明るく挨拶してくださいました中に案内され食卓の上においしそうな料理を次々に並べ始め私たち3人は腰を下ろしましたその間別の部屋にいたおじいさまは首を出し 簡単に挨拶してくれましたがその後は部屋に戻り水槽の中にいる金魚をじっと眺め続けていましたお腹いっぱいになっておばあさまからいただいた果物いっぱいの袋を抱えていた帰り道友人の方に涙が流れ落ち始めましたやはり自分の素房と会うのが嫌だったのです幼い頃から冷たかった父親のことを思い出して 昔からの深い悲しみがよみがえってきたのですあんな父親を育てたスフォにもう二度と会いたくないと涙に濡れながら言いましたそう聞いて私は彼女のスフォの生活はとても寂しそうに思えてなりませんでした食卓の上で一体何のために話していたのか 互いに耳を傾けることさえ知っていたのだろうか同じテーブルに座っていたみんな自分の殻の中に閉じこもっていたかのようでしたその後彼女との接触がなくなり私は新しい友達を作ろうとしていました春休みになりかつて一人旅でお世話になったご夫婦のお宅を訪問する機会がありました 香川県の小さな田舎の村でたった2日だけでしたがそこに暮らしている人たちすべての絆を実感することができました夕方毎朝窓を開けお互いにおはようございますと言えるほど近くに住んでいたお兄さんの家を訪れ山に囲まれ海の水平線を見ながら大家族でバーベキューを食べました大人たちはビールを飲みながら冗談の言い合い 子どもたちがふざけ合い、テレビのチャンネル争いもあって、宝石屋さんのやってるいとこが奥さん募集中なんだけど、エマちゃんどうというお誘いもありました。このようなワイワイと賑やかな家の中にいた私は、かえってその村の一員になったような貴族感を覚えたのです。翌日別れても、いまだにこのエピソードはとても大事にしています。貴族意識とは一体、 どのののよううななものなのでしょうか家族との関係はどのような役割を果たしているのか家族の絆というテーマが以前よりも重要で複雑な問題だと認識し始めました家族の絆について日本人の友達に聞いたら彼にとって家族は大事で頼りにしていますが成長するにつれ 大学や仕事のために移動してそれぞれの人生の段階で自分で新たなコミュニティを築けるようになりました今や実家に帰ると食事する時家族それぞれバラバラに自分の部屋で食べることになっていると聞いて驚きましたこれは私たちの世代の最も大きな挑戦の一つなのではないでしょうか私自身も例えば祖父母の家に呼んでくれた友人とは 縁が薄れ、インスタグラムでお互いのストーリーを見る程度の付き合いしかしていません。二人とも、他のことで忙しく、絆を復活させようとする努力がなかったからでしょう。実は、こういう態度は癖になっていき、残りの留学期間も、新たな友好が築けても、長続きしないような気がして、少しずつ孤独感が増していきました。 グローバル化の時代多くの人があちこちに住まいを移動して実際に移動しなくてもインターネット上で絶えず絆を生産したり新しくしたりするようになっていますこのような時代は長い間をかけて築き上げた絆もしくは共同体や地域への帰属意識を持つことが非常に難しいのではないでしょうかそれに加えて友達の話の中で最も印象に残ったのは 血縁を超えてこれから自分で新たな家族を築くのが一番困難だということでしたいや血縁関係でも絆を保つことが簡単だと言えないでしょう友人の祖父母のエピソードを思い出しながら悟りました冷たい関係の祖父母に育てられた友人の父親は自分の新たな家族にも冷たかったこれを考えると どんな人間関係が築けたかというのは人生に大きな影響を及ぼしているのではないでしょうか新たな人生を始めて家族や友人から遠く離れた時どのようにしたら私があの村で感じたような貴族意識を持つことができるのでしょうか私はやはりそれまでに築いてきた人間関係を大事にしていきながら 新たななな有意な関係を求めるることとに鍵があるのではいいかと思います幼い頃からの家族関係あるいは親しくてお互い信頼できる人たちとの絆に合った日常の気配りや共感許し合うことまた受け入れる姿勢や対話を常に心に持つ積極的に新たな関係を培うようにすれば それがやがて多くの人たちとの絆に基づいた幸福感のもたらしと私は信じています。ご清聴ありがとうございました。 はい、いありがとうございました、エマさんあの。カルチャーショックがいろいろあったというお話だったんですけれどもあのそのカ,ルカルチャーショックがあったということはあら,あらかじめ日本の家族についていろんなイメージがあったと思うんですが留学する前エマさんは日本の家族についてどんなイメージを持っていましたか、えー、実は日本に行く前日本大学でいろいろな日本人の友達できて。えーっと 一人に言われたのは、その彼にとって家族は、えーと、血がつながっている血縁関係ではなく、自由で作った友達だと言われたので、そ,うそ,れ,それはちょっと私にとって、まあ、私、スペイン人なので、それは絶対スペイン人にあり,ありえないと思って、本当に日本人の若い人の家族,家族関係は薄,薄れているかなと思いました。 今、スペインの家族間ということでおっしゃったんですけど、はい、スペインの家族間というのはどのようなものなんでしょうか伝統的にはとても親しい関係がありますスペインの家族でも、まあ、やはりスペインも、えー、とどんどん変わっていて、えーとまあ、海外に移動する人が多くなってその家族の関係はもっと複雑な問題になっていると思います。 そうですよね、あのー、発表の中でも2つ家族の紹介をしてくださいましたけど、はい、1>, 1つがまあ都市部もう1つが田舎ということでしたが、はい、それは田舎対都市部のまあ家族の違いなのかそれとも現代の昔から伝統的な家族化に比べて現代変わってきてるのかそれは家族の関係は確かに地域とのつながりがあると思いますが。 やはり田舎にはもっと伝統的な家族がまだ残っていると思いますがそういうその違いははっきりはっきりな違いわけではないと思います確かに大都会に住んでる人の方が家族が薄れ,て薄れる恐れがあると思います田舎よりはい、はい、ありがとうございますあのエマさんが 孤独というのはまあ現代病だというふうにおっしゃってましたけれども、えーとまあ、どこの国にもあるかもしれませんが家族のありがた以外にどのようなことが原因だと思われますか孤独,孤独感家族以外あまあ友好家族じゃなくて、えー、と他の地がつながっていない人と,、えー、と絆を築こうとしてもそれは先進国で。 問題,問題になっていると思います例えばインターネット上で気づいた関係は、えっと、深くならないそれがあると思いますそれで確かに家族の関係はそれから自分で気づく友好に影響があるのもあ,ありますが確かにその問題は家族関係だけではないと思います、はい、ありがとうございます じゃあ、そうですね、エマさんが考える理想の家族とはどののよううなものでしょうか。<laughs> 理想の家族はまあ多様信頼できるが家族ばっかり信頼するだけではなく家族は基本家族の関係は基本として人生で新たな、えっと、絆を築ける。 道具だと思います。その家族の環境で学んだ価値つまり共感や信頼をそれを活かして将来で将来自分でもしかしたら移動したり自分でコミュニティを築くためにそういう家族の環境で習ったことを活かせればそれはとてもいい家族関係だと思います。<laughs> 先ほど、あのインターネットなどで、あのなかなか家族感が変わってきてるってありましたが。あの、その、まあ、現代、現代の中で、そういう、まあ、インターネットの、ね、あの時代ですけれども、はい、その中で。その良い家族を維持するためには、どんなことが必要だと思いますか。いやも,うもう一度お願いします。うんと、インターネットを使わないわけにはいかないですよね。みんなインターネットも使いますし、はい、そういう変わって。 きつつある現代社会の中で家族を大切にするにはどのようなことが必要だと思いますか、まあ、確かにインターネットを使うのがとても便利で避けがたいと思いますがそうインターネットを使うのは別に悪いことではないが えと家族の関係を培うようにするとき、インターネットに頼るだけではなく、実際に顔を合わせて話すと機会があれば、その時に積極的にその、まあ、インターネットで伝えないこと、例えばその感情とか気持ち、悩みを積極に伝えようとすれば、えーと、家族の関係は希薄にならないと思います、インターネット使っても。はい はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。山本さん、どうもありがとうございました。